国民は嫌でも自民しか選択肢がない。産経新聞2024年6月29日、後ろからバンバン仲間を撃てばすぐに維新は崩れていく。代表の馬場が執行部批判めぐり懸念。今週の野党、維新は大阪都構想で大阪市を国から独立させる地域の革命運動をやろうとしておりました。今の代表の馬場信行は大阪都構想3回目チャレンジしようとしているようです。しつこいのよ。維新の正体ティグレ、ティグレを作った上田の匠系じゃないのって見てるとしっくりいきます。人権中小企業の上田の匠を売りにしていた方、ティグレを作った方やねんけど、ティグレの顧問をなさってて上田の匠の秘書からスタートした谷畑の隆いうのが維新の幹部にいてんけど、社会党に会った人で、上田の匠は一番最初日本の友さんのとで、友さん系の日本の声にいた。日本の声っていうのは新ソビエテタ連邦でも、中の国の友さんは嫌いやでを明確にしたところで、ブラック解放同盟委員長をなさってた。記事によりますと、線路挙戦略や党運営、重要政策をめぐる方針と、様々な懸案に関する野党幹部らの発言を再録した、今週の野党をお届けします。ちっちゃいタイトル、目の前の線路挙で結果を、立憲民主の代表の泉野健太。総選の挙の候補者を増やし、支持率を上げる、そこに取り掛かっているので、代表を選ぶやつについてまだ考える時期にはない。目の前の一つ一つの選の挙で結果を出していきたい。これは6月28日の記者会見、次期代表を選ぶやつにどう望むかを問われてやって。で、ちっちゃいタイトル、中身の伴った候補者。立憲民主の幹事長の岡田の勝也、自民と選の挙で競える人を選んでいるので、時間もかかっている。しっかり馬力をかけて進めていきたい。中身の伴った候補者を200人擁立する。6月25日の記者会見で、次期衆院選ぶやつの候補者擁立について語りはったんですけど、極左中の極左、立憲民主、中身の伴った人200人なんて無理。恐ろしいったらありゃしない。ちっちゃいタイトル、アリが象を倒すには、維新の代表の馬場の信行、あせせやん。維新に丸山の穂高いうやつがいたとき、北方の領土は戦争をするしか取り戻されへんでっておっしゃって、寄った席で、それが問題発言やいうことになり、馬場の信行と、片山の虎之助が、武士ロ氏の大使館にお詫びに行ってんけど、なんでお詫びに行くんかんな。武士ロ氏は、コミテルのままなんやろなって確信してんけど、コミテルって言ってるのはコミンのテルンやねんけど、世界各国で王室が潰されて共和国制になっていった。それやってきたのが第一、第二、インターナショナル。そこに行かなかった人たちが、社会の魔女主義インターナショナルに行った。コミテル、消滅したことになってんねんけど、自由なおそうめん屋さんって呼んでるところが、指導団体についているので、自由フリーおそうめんメイソン。なくなったふりしてるだけちゃうのって見てるといいですよ。私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇で、下っ端のおそうめんの劇団員は、ことの本質分かってないんちゃうかな。私たちは資本主義国で日米同盟があるからなんとかなっているんですね。この2つだけ守ってりゃええねん。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中は、他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなことを浮上させて、うちら日本国民に何とかしてあげないといけないと思わせようと洗脳してくるけど、偉い目に遭わされてる国って社会の魔女主義、友さんの主義に染められてしもたところで、ほとんど共和国やんか。うちら日本国民は巻き込まれないように知らん顔推奨なんですよ。で、馬場の信行が何を言っているのか。執行部の至らない部分もあると思うが、この小さい小さい集団の中で後ろからバン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 仲間を撃つということをすれば、すぐに維新という政党は潰れていく。潰してしまえ。維新が最も立ちが悪いからね。過去に紆余曲折、離合集散があったが、その時に支持率はどんどん下がった。我々小さなアリが自民という大きな象を倒すためには一致
団結して向かっていかなければならない。小さなアリさんはもう踏みつけといた方がいいで。で、政党なのでっていうちっちゃいタイトルで国民民主の代表の玉木の雄一郎の項目があんねんけど、がっつり割愛します。維新がクリーンな衛生党って思わせたのは文化の人放送局やんな。一時期天理の青年会議所に住所を移してたん。最初の社長さんが天理の教えの青年会議所のホームページに載ってて、幼木さん言って紹介されてて、天理の教えでは幼木は信者さんやからね。維新ができた時民主の連中わんさか入り込んでんのに、クリーンな衛生とってなんなんやろって見ててんけど、文化の人放送局調べたら日経テレコによると、葬儀業死体埋没準備って書いてて、うわお葬式屋さんのネット配信やねやって全く見てないね。見事に一度も見たことないねんけど、この度 MC 司会者やった人が K さんがタレントとして活躍してた女性にセクハラメール送り倒して全ての番組を降板させられたって知って笑ってんけど、MC やってた方のツイートとか全く読んだことないねんけど、 X ではまだ MC って書いたんねんな。番組は全く興味ないけど、そういう下世話な話題はおもろいな。インターネット SNS で日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中おるやんか。保守保守うるさい連中って一時期一心も持ち上げてたん。しかし私は保守って極左かカルトやんって敬遠してたんですね。日本で保守論客で活躍できる人たちって宗教絡みやんか。 TY 教の会&お幸せ&天理のメディアで活躍。今は TY 教の会聞こえが悪くなったから天理の教育顧問をやってたひろいけってやつが提唱したモラロジー道徳科学に集結している気がすんねんけど、しかし全体的にニューソート運動やってんねやろなって、ニューソートに焦点合わせると面白いようにニューソートにつながっていった。稲田のともみを総理にしたいうやつがブログやってた時にメッセージくださって、稲田のともみって何って調べたら、成長の家の信者やねんな。 T1 教の会で講演してるけど、成長の家って水国有を始めましたでチャリンチャリンやから、うまいこと考えたなって思ったことがあって、教祖の谷口さんがニューソートの哲学博士を持っている。私10代後半でニューソートの牧師さんの書籍一生懸命読んでてめっちゃ感謝してるんですけど、ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用でも、30過ぎてから翻訳家が詐欺師でニューソートって怖って思ったことがあって、その本質をずっと知りたかったんですけど、20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから、行ったら金も何これ、ジョセフ・マーフィー先生のおっしゃってることのようでなんか違うみたいな。トイレ休憩で帰ってきてからスピリチュアルウォッチャーになった。まさか政治のお話と関係するとは思ってなかったんやけど、私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実をごそごそして、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。社会統計の学者さんとお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれてしもて、政治学者ってこの程度でなれんのかいな、てか社会党ってなんなんて疑問を抱いて、その先生の足を引っ張りたくなった。その時の責任者の方が定年後にトモさんの党員として生きる宣言をした。トモさんは共産。それを教えてもらった時は先人の書を紐解き出してたや。だからあの時理不尽やってんや。で、社会党もトモさんの党ももともと同じ組織、第二インターナショナル時代まで。で、一時期馬車馬のごとく働かされてたから、娯楽としてスピリチュアルの本を読んどったんですわ。なんやこれキモいなぁ思いながらやねんけど、人に施さなあかんとか人様の心に制限かけようと必死やなと思って見てて、悪口を言ってはいけない、仕返しをしてはいけないって言ってる奴らの正体をつかみたくなってんけど、江戸川のケイシーちゃうの、ニューエイジ系の霊能者。新しいエイジ君ってめっちゃ罪で自分のこと神様やと思い込ませんねん。あなたは神、私も神、あの人も神、だから何も言わせないってやっとるやろ。カルマがどないやこないや。敵の心って何のためについてんの、叩いたり折ったりへこましたりするんちゃうのって思いながら、そうやってやゆうの言うは力をつけてきたんや。なんかやられたら必ず仕返しするタイプなので、アイレンは江戸川の警視、ホリスティックな医療とかは好きやねんけど、あ、これが現実にやったんやってびっくりしてんけど。私はお医者さん巡りもしてたんですよ、お仕事で取材で。
うちの母親と父親が病気やったこともあり、健康食品とかの成分とか説明するの結構上手くなってしもって、それがきっかけやったと思うねんけど、月に 2,3 人お医者さん訪ねてた時期があったわ。政治に興味を持ったのは、興味を持ったというか、社会統計の学者が打ち合わせのたびに、これはね言えないんですけどねから始めようとするので、先生言えない話結構ですから言える話だけお願いしますって、だんだん上目遣いで私に機嫌を取るようになっていって、一生懸命調べて書いたものを消し上がるのよ。責任者の方が理不尽極まりないので、なんでやって調べ出したんです。政治家って人で選ぶものではなくて組織で選ぶもので、資本社会ともさ3つの主義があって、3つの主義しかなくて、うちら日本国民は資本主義と日米同盟だけ守ってりゃよかったんよ。私たちが見せられてるものはおそうめん劇場やから。一度民主に任せてみよう言って民主政権作らせたけど、鳩山の幸男が民主作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてて、社会党が社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい国際組織、とても恐ろしい計画が行われてるんですね。国民が選んだという形を取らせて資本を潰させる、社会の窓主義の世界にいざない、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画のもとに進められてる。民主主義って数で勝負やから、うちら日本国民は自民の議員ムカついてもこいつは数の一つと思って、自民にいる時は優しくしたらええねん、で出て行った時にちょっと辛い思いをしてもらったらええねん、小沢のいっちゃんのように。